今回は転生したらスライムだった件、3期第15話に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。覚醒前のクレイマン級の強さを持つ3人をいともあっさりと、シオンも魔王レベルに近づいてるな。未兄弟の師匠に抜擢されて嬉しそうなシオンに和みますな。これで良いんですよテンスラは。リリムは表情が豊かだな。ダブユールの子供たちをシオンが叩きのめす場面ですが、原作とは違うけど漫画のリムルが考え事をしているうちにシオンが終わらせてるのが好き。シュナとシオンのミニスカチチャー。バトルや一見も挟んだとはいえやはりずっと会議だったな。ラミリスの性格、かわいい。今期は余裕があると思ってたのに色々カットされてて残念。一番残念だったのはシオンの服装。漫画のビシッとしたネクタイ姿が至高。シュナのミニスカ姿は控えめに言って最高。リムルがシオンの力量を全く信用してなくてま素量だけ見て絶対負けると思ってたリアクションがなんか不満。絡めてじゃなく真正面からシオンに挑んで勝てるのはもはや魔王クラスしかいないんじゃね？魔王ミリムと魔王ラミリスの喧嘩を止めるシュナの制裁力もなかなかだったね。シュナとシオンの一見清掃も可愛かったな。シナタ編が終わってラミリス編になったというくらいラミリスの出番が多いぞ。ラミリス萌えアニメとかしたテンスラ。ミリムがやってきた時のラミリスの調子に乗りようが良かったですね。ワイワイした感じ。キャラでガン攻めしてくる感じが、私はすごく好きです。リムルのマブダチでトラブルメーカーのミリム。お菓子でしつけるシュナ、ナイスプレイ。越見式開催、リムルの晴れ姿にみなニコニコ。人脚襲来もシオン安定の強さ。さて、次回は天狗界。ベニマルの受難とは何事？開国祭を前に登場したミリム。いろいろ面白いことを始めているリムルに自分をのけ者にするなと不満げ。そこに登場したエキリ魔王ラミリスのマウント攻撃に起こるミリム。そして喧嘩を始める。この癖の悪い魔王二人を一発で黙らせたシュナはある意味テンペストでは一番の実力者なのかも。ラミリスとミリムの絡み可愛い。エルフならサリオンに庇護してもらえよ。アニメ組だが彼らやテスタロッサはまだ出てこないのか。シオンってなんであんなに強いの？なんか鬼がどうとか言ってたけど。シオンは蘇生時に悪鬼へと進化し、不死生命体になった。ゴーリキマルも蘇生時にのゴーリキマル界へと改良されて相手の精神に直接ダメージを与えられるようになった。しかもシオンは自称に干渉できるチートスキル持ちだしな。普通に強いだけのベニマルが空気感。今回はラファエルさんの出番なかったな。ミニスカシオンだったけどせめて膝元まで映して欲しかったよ。シュナ様はただのお姫様かと思ったら強いのね。シュナはそもそも強い。迷宮充血のアダルマンに勝ってるし。三人組の方がエネルギー量多いのにシオンが圧倒した理由って説明ありそうでなかった。久々ミリムとドライアド姉妹可愛かった。越見式オブジェ状態のリムル。本人の意思とは関係なく何か着せられてるシーン好きすぎる。3日目なんて疲れて潰れてたもんね。シオン強かったなぁ。魔力だけが全てではないと、ミッドレイも言ってた熟練度、アーツとも言われる部分やスキル関連で強いのかな？アビルの人型アニメではどうなるかなって楽しみにしてたのになレベですらなくなかったことにされるとは。ミリムとラミリスの喧嘩、可愛さ満点。シュナの一括も良き。ゴブエモンカットじゃなくてよかった。腕あるやんって思ったが、喋っただけよかった。越見式もテンポよかったし、闘技場で戦ったのもよかった。シュナさん最強説。リムル様、準備でお忙しいとは思いますが、各魔王とかのパワーバランスがぐちゃぐちゃになってきましたけど、大丈夫でしょうか？魔王二人正座。シュナさん最強。筋肉バカみたいなものだよね。まあ素量だけで勝敗が決まってもつまらないってのもある。すっかり怪異アニメとしての地位を確立したな。戦闘技術もあるけどまあスキルだろ。料理人はユニークスキルだけどアルティメットスキルレベル以上にヤバいスキルだから。ハチさんは今の方が断然可愛いし、声も可愛いから進化してほしくないね。カブトムシ君はハチさん守る騎士だからガンガン進化してほしい。いつかシオンがリムルを倒す日が来るかもしれん。ワルプルギスの時より強くなってる。ダブユールの息子たち、半端なビジュアルだというのに強いのか。ゴブエモン可愛いね。
こんな子いたっけ？ゴブエモン、ゴブリンにしてはファッションセンスが独特。ドラゴン捕まえるだけでも結構な話を作れるんじゃないのか。ドラゴンの値打ちが安いこと。越見式の清掃めっちゃいいな。これのグッズどんどん出してほしい。リムルの魔王覇気効かなくて草。覇気が何なのか分かってない奴は今のうちに日記でも見ておけ。ベニマル心からリムルに忠誠を誓って浸水すらしてるのはよく分かってるんだが、たまに言葉遣いがなってない時があってイラッとする。キャラも好きな方なのだが、だからたまにはひどい目に遭え。あまり育ちの良いとこで暮らしていないからなあの若様。来週はベニマルの暴れん坊天狗対天狗か。シュナちゃんのミニスカ姿たまらんわ。ミリムのわがままでリムルがノックダウン。夏服かわいい。照れてるスライムリムルかわいい。魔王の息子の殴り込み、シオン強い。エルフさんたちも来たか。滑り込みのディアブロ嬉しかった。エンディングのシュナ様かわいいな。ミニスカたまらん。シュナちゃんスカート短すぎませんかね。開国祭にはミリムも噛んできたけど、一応は最古の魔王として領地も存在してるからラミリスよりは格上のはずなのに。ニョルマイルも正式に参加してゴズとバトーにエルフ族。魔王ダグリュールの息子たちと、かなり人数増えてきたなテンペスト。リムル様とミリムかわいい。あれ？越見式でのトライアさんとドリスさんの声が楽になってない？公式で訂正しないのか？シュナちゃんかわいいなぁ。癒されるわー。ただイベントの準備をしていくだけかと思いきや、いきなりバトル展開にもなるし話もテンポよく進んでいくし面白かった。魔王二人相手にお菓子で喧嘩を収めるシュナさんが一番恐ろしい存在なのでは。トライアドさんたち、ジュラの大森林はリムル様の支配下になったから少し自由になったのかな？トライアド姉妹かわいい。ミリムかわいすぎるー。私服も最高に可愛かったです。日高さんの演技最高。就職決まったニートがマウント取り始めて草なんだ。今までミリムにマウント取られていたらミリスの立場が逆転。上から目線なの笑う。迷宮内にトレント、ドライアド、エルフを住まわせ、次はゴズ族とバトウ族を階層ボスに、ダグリュールの息子たちも預かり、移住者はすごい数だな。でもキャラが増えても皆個性的で覚えられるのが本作のすごいところですね。ミリムちゃんかわいい。ミリムちゃんとラミリスちゃんが喧嘩してたけど、シュナちゃんにおやつ抜きって言われておとなしくなってました。ミリム久しぶりに登場したら、やっぱり可愛かった。シオン強すぎテンペスト最強じゃない？今回は転生したらスライムだった件、3期第15話に対するネットの反応、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。